はるみさんこんにちは、あかんですよ。で皆さんタワーやってますでしょうか。僕いつもタワーはね最後の方にちょっとやるみたいな感じではあるんですけど、今日なんかね白手にをめちゃめちゃやりたくなりまして、タワーに行ったら、まあ、割とすんなりレート2600まで来ることができたんですけど、えなんか負けたみたいな試合が結構あったんで、今回はそれを見ていただけたらなと思います。ということでどうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1試合目見ていきたいなと思います。相手ネット2300ではあるんやけど、先ほども言った通りタワーがまだ始まったばっかりなんで、2300でも普通に強い相手が来ているっていう感じになっているんですけども、まあ、相手のね編成がですね、 MVP シャルロット、キアラ、あとはまあラインズマンミュエがいるっていう感じかな。まあ体感的にはあんまりラインズマンミュエおらんなと思ってたんやけど、まあ勝率と使用率レポート見る限り2番目にねグラスコートで使用率高いキャラという感じになっているので、割とみんな使ってるんやなっていう感じになりました。で僕今この転生試してるんですよ。このキアラがまあ新規転生解放どっちが正解と、まあ、強くなったじゃないですか。なのでこの子主軸にした、まあ、編成で戦ってるんですけど、まあ勝てない。この MVP シャル、ほんまにこの子防御力高すぎてさ、マジどうしたらいいか分からへんから、まあ、その対策であるカルロスをね、まあ、入れてるって感じではあるんやけど、まあ、相手の編成的にね、まあ、キアラは SS だったら地面型ギミック向こうつくし、ラインズ版ミュウヤも地面型ギミック向こうつくから、ちょっと相性悪くはあるんやけど、カルロスのいいところは SS だったら30秒間ずっと得意状態解除のね、まあ、このくるくるが回り続けたりはするんで、まあ、あの割とそこまで問題じゃないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、何がやばいかって、まあ、カロスで特殊状態解除してもね、なんか MVP ジャル強いままなんですよなぜか。ほんでなんかやったらアウトするしね、結構やばかったんやけどやばくない？あの子さ、特殊状態解除するやんか。やけど、カルロスってまあ、それ以上特定する能力ないわけじゃないですか。なので、まあ、他のキャラに変えて戦ってみたりして、まあ、今回の場合であれば、このキアラを主に使っていったって感じではあるんやけど、なんかエリア広すぎてさ、もうなんか突っ立ってるだけなんで返されてるみたいな。もうなんかこっちからしたらもうどうしたらええ、これ以上どう施しようがあるんっていう攻撃の仕方したんやけど、それでも勝てないっていう、もうほんまにねちょっと悩ますよね。まあ、キアラ自体はだいぶ強いと思うんですよ。こういう瞬間移動系のキャラ非常に戦いにくいと思います。暴走仁王であったりラインズマンミュウヤとかもね、瞬間移動非常にミスるというか、まあ、入れまんするんで変なとこに行くんで結構ね、まあ、返しにくいっていう状況になってるかなと思うし、あとまあこの子スペシャル打つことによって1ポイント間ずっとねエアモードとか、まあ、瞬間移動できないっていう状態にすることができるから、今ねグラスコートで一番使用率と勝率が高いあの怪奇クロカの、まあ、新速のまっすぐのエアモードあるじゃないですか。あれを防ぐことができて結構優秀やったりはするんやけど、なんかな、一発とかで決まってしまった時にその次のターンとまた次のターンとかで結構ボコボコにされてしまったりするから、個人的にはなんかそのワンポイント間よりかは10秒はさすがに短いけど、20秒とかしてくれたらもっと良かったなとか思ってたりするんやけど、まあまあまあワンポイント間が割と優秀ではあるんやけど、まあ空中型ギミック向こうついてたらね、地縛り付与できないとかもあったりするから、そこはちょっと難点かなって感じはするんやけど、でもこのアウトも結構痛かったねいやまあこの1試合目に関してはマジでアウトのせいやと思う、これ負けた。まあ俺がさ、ノーバンスピンで角度つけて打ってるからってのはもちろんあるとは思うんやけどさ、さすがにアウトしすぎでしょってぐらいアウトした気がする。うん、もうほんまにアウトのせいで負けましたまあタヌキにドリンクあんま配られずに負けるよりかは、まあ気分的には楽ではあるんやけど、まあアウトは結構萎えるっちゃ萎えるよね。一試合中に、俺だってこの前さ、まあ、俺じゃないねんけど、相手3回連続でアウトして、俺勝ったっていう。まあ、対面完璧に俺の負けやったんよ。雪コートで、俺エクセリア使っとって、ほんでまあ凍結でさ、新生移る対策できるじゃないですか。ただ新生移る側は靴のスロットスキル3に凍結向こうつけてたらさ、そのエクセの凍結効かないわけですよ。で、まあ地面型ギミック向こうもあるから、地面型ギミックも効かないですよっていうことで、エクセに対して余裕で勝っていけるっていう状況ではあるんやけど、相手がね、3連続アウトしたことによって僕はその試合に勝って、しかもレートもね、まだタワー始まったばっかりの昨日かどっかの試合やったんで、まあ、そんなあんま痛くはないと思うんやけど、その状態で50くらいレートすったっていうそれで確かレート2300乗ったんやったから、なんかそんなんがあってまあちょっとかわいそうやなと思いましたね。いやほんまに1ポイント間にアウトは3回までとかやったらいいのに、まあそれはそれで試合意味わからんぐらい長引いてまうかもせえへんか、それやめた方がいいかもやけど、まあとりあえずまあアウト負けっていうのはなえるよねっていう話ですね。でまあこれ地面型ギミック向こうないんでまあラインズマンじゃない MVP シャルロットの炎熱で、まあこの硬直みたいなの食らって今失点しましたと。でまあこれキアラでね、まあ頑張ってもう1点取ろうかなっていう時にですね、これまたねアウトするんですよ
やばくないほんま見て。ちょっとこれの、この子ノーバンスピンついてるからさ、そらノーバンスピンで返すやん。だからといってこんなアウトしたらさ、もうなんか打つ気なくなるよね。それやったらもうワンバウンドしてから打つわって感じになるんやけど、このノーバンスピンの時もジャストを狙うようにして打ったらいいとか、そういうことなのかな。ちょっとほんま困ってるんやけどちょっと今度はだからそのジャスト狙い目のノーバンスピンで返してみようかな。でもノーバンスピンでさ、なんか早いで打っちゃいがちよな。ちょっと試してみるわ。確かにまあ早いとか遅いやったらアウトしやすいみたいなのあったりはするんやけど、ノーバンスピンの時は何も考えてなかったんで、次は考えて試合したいなと思います。でも2戦目はハードコートになってるんですけど、まああの相手の編成的にですね、全部黒の後継者でいけるなっていうことで黒の後継者でいってました。相手の編成がまあ黒の後継者と幻想ルチャーとあと怪奇ミュウエやったかな。だからまあ全員ね、一応僕は普段は黒の後継者で戦ってるんやけど、まあ黒の後継者ミラーって割とね、俺あんま得意、まあそんなめっちゃ負けるっていうわけではないんやけど、大得意っていうわけではないので、まあ基本的にはこのがあんま使いたくないわけですよ。なのでまあこの後継者に対して有利なパルメをね、まあ途中出してみたりとか、まあよくしたりするんやけど、まあパルメ出してしまうとさ、SS 打たなあかんからさ、まあパルメで SS 打ったらそのパルメに相性のいい幻想ルチャーとかで来る可能性もあったりするから、それを考えるとやっぱり黒の後継者続行だよねっていうことでずっと黒の後継者で行ってたりしたんやけど、まあ最後の方にね、悲劇があったんですよね。まあそれはちょっと、まあ見とったらわかるかなと思うんですけど、まあただひたすらにまあ黒の後継者ミラーを続けてましたと。あ、でそうそう、なんかパルメ対幻想ルチャーってさ、みんな的にはどっちの方が有利やと思う？なんか一応さ、パルメがバーストを発動しなければそのなんかパルメの方が有利みたいなのちょっと聞いたことがあるんやけどさ、戦ってる上で勝手にバースト発動するんよ。だからそんな無理っすよ、ほんまに。そんなもうだから相手なんかバースト発動したら体力がなんか継続回復するのかダメージ受けなくなるのか分からへんけど、まあ、幻想ルチャー無限にね、まあ、あの幻想ダイブできる状況になったりするんで、もうほんまにこっちがバースト発動したらもうこっち側勝ち目がないっていう状況になるんですよ。なのでバースト発動しないように、もう体にタップしないようにしないように戦ってるんですけど、無理っすねちょっとこれはどうしたらいいんですか。まあ、これ俺がスマホでやってたらさ、なんかまあ画面の領域狭いから触っちゃってんのかなって思うかもしれへんけどさ、俺これ結構デカめな iPad でやってるわけよ。 iPad でやっとったら結構面積でかいわけじゃないですか。なので体に触れる可能性っていうのは少ないと思うんやけど、それでも無理やったから、無理やったからというか、俺はもう絶対バースト発動してしまうよね。まあスマッシュ打つ時とかに何回か俺はフリックする癖があるんよ。一回だけやったらさ、空振ってしまったっていうのが多分1年2年前ぐらいになって、そのトラウマがずっと続いてて、スマッシュに関してはもうめちゃめちゃラケットをシュ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 ってするタイプではあるんやけどまあそれが原因説はあるから、ちょっと次はそれ気をつけてみようと思います。でこれが問題のシーンですね。もう完全に今アドバンテージ握ってて、黒の後継者に対して相性のいいパルメをレシーブで出したから、もう勝てるわと思ってんけど、空振ってしまったんですよ。これが本当にね、あのやらかしましたまあ一応ね、この怪奇ミュウ自体もね、黒の後継者でね、体力からしてどうにかすることができるんやけど、まあさっきのね、勝率視聴率レポートの時にも言ったんやけど、最近ね、怪奇ミュウへのこのね、リフレクトちょっと全然取られへんくなった、マジで。なんなんてぐらいさ、取られへんくなったよ。なんかこの黄色いところをさ、跳ね返るって感じではあるんやけどさ、マジでほら見て、なんか思ったより前行ったりさ、なんか、ようわからんとこ跳ねたりして、ほんま、どうしようもないんすよ。なんかガチで、なんか情報修正、密かにされてんちゃうかと思ってるぐらい、あれなんですけど、ちょっとよかったらあのアドバイスとか教えてくれたらなと思いますまあこの試合はまあ最後までリフレクトショット取ることができずに負けたっていう感じになっております。ということで、まあこれからもタワー頑張っていきたいなと思います。ということで、バイバイ。